こんにちは、三品光平です。こんにちは、高木拓也です。今日は、いつも僕が企画考えてるので全部高木さんにお任せで企画から発表してもらいたいと思います。はい、今日は今お客さんで王道する人、あとツイストスパイラルパーマとか、あのセンターパートにして、こう結構メンズのジャンルが増えてスタイルが来たんですね。だけどこれから僕が思う次に流行る髪型は、昔は太い束が流行、タバタバっぽいのが流行ってて、で今はニュルッとした細い束感、まあスクリューショートっていうのを昔出したと思うんですけど、そういう細い束が今は主流です。で次流行るのはその間、太い束も出るし細い束をミックスさせた太細マッシュみたいな感じで、センターパートにしたいけどまだ長さ足らないなとか毛量が足らないな、じゃあ太い束もあって細い束もあるみたいな、両方いけるやつやろうよっていうのを今日はご提案させていただきます。なので、三品もちょっとずつ切らせてもらって、今っぽい束感っていうのを今日は YouTube でお見せできたらと思います。で同時に距離を取りながらですね、スタッフが入れ替わり立ち替わりちょこ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 見る講習も含めて、やっていこうと思うので、距離はちゃんと取ってやってください。はい、はいはい、じゃあ始めます。今の髪の毛の三品長さがだいたい鼻と、今軽めだったんだよね最近のカットが、はい、こうセンターパート行きたいけどちょっと足らないなとか、センターパートって結構束感を太く出したいんで、毛量がないとダメなんですね。だから毛量軽い状態でやっちゃうと細いチュルチュルっていう束になっちゃう。でも王道に戻るのはちょっとやだな。じゃあ両方いける感じを今日はやります。なので前髪はだいたい目にかかるぐらいにまた切ります。で横は耳周りが重たいとセンターパートしてもバランスが良くないんで、耳周りは切ります。で襟足も伸ばしていく。どっちでもいいですよ。じゃあこれちょっと活かしながら切りながら大幅なチェンジっていうよりは、細束と太束ミックスさせて太細マッシュを今日は作っていきます。よろしくお願いします。お願いします。最初武芸をやっつけます。これなんか2ブロック入ってない、軽く入ってます。あ、こう過去の動画でも言ってますけど、2ブロックは合う人と合わない人がいます。それはもうその人の頭蓋骨なんで、こうちょっと動画では分かりにくいと思うんですけど、トップがあってここの骨ですね、ここの部分、人によって出っ張ってる出っ張ってない人いるんですけど、ここが出っ張っちゃってると、2ブロック入れるとさらにここがギュッてタイトになって、ここはすごい膨らむことになっちゃう、ちょっとキノコっぽくなっちゃうっていうか、なんで見せない場合はあんまり2ブロックを入れるんだったら低め、大幅に入れるんだったらもう超単発にするときは広くてもいいですけど、2ブロックが広いイコールかっこいいではないので、それは担当の人と相談してください。この耳の上だけ、あとはもみあげは細めがいいですね。見えないところでもこだわりを。まず前髪からいきます。ここどうする？センターパートもすることを今後的に可能性として残すのとここ生かすけど、ここあんま長いと、今ってマスクが絶対みんな自分で鏡見るときはマスクしないけど、一般的に外出歩くとき、ある種出会うときは絶対マスクしてると思うんですね、初めての人に。ってことは三品みたいに長すぎるとここまでマスクは入ってくるから、顔見えないんですよ。こういう感じでもう目が見えるか見えないかぐらいの長さ、顔もマスクで隠れちゃってってなると、すごい他者からするとどんな顔してるんだろうってなるんで、だからセンターパートが人気とかアップバングが人気っていう風になってきてるんですね。だからマスクで顔隠れてるけどおでこと目が見えるから初めて会う人も安心して見えるみたいなのがあるので、今日は一応伸ばしていくようで切るので、ちょっと目にかけるようにで、太い束と細い束できるようにするんですけど、ここが目の横っすね、ここに落ちる毛をあまりにも長くすると顔がでかく見えます。マスクとかぶっちゃうんだよ。なのでここちょっと切ろう。はい、でちょっと前上がり気味にします。ではちょっと切りで、べえな痛みが、ハイパーやった方がいいね。うわガチで、はい、やばいですね。前髪かチョップカットにした方がいいかもね、量残したいから。
こう毛先を真横に切るんじゃなくて先っちょで切ってください。そっちの方が厚みが残って前セニングしなくてよくなる。もう前髪はセニングなしだね。これトップはちょっと傷んでるところを切って、この量を残したいなっていうパーツは全部チョップで切ってください。で次は襟足です。結構こっちの毛はこう前行くんだけど、こっちの毛は後ろに向かって生えてるから、ちゃんと前に引き出して上げて切らないと左右で対称にならないから、ここ手で持っちゃうとその分浮いちゃって下ろした時綺麗に並ばないから、基本的にはダウンステムで切る時は綺麗に溶かして手挟まない方がいいです。今後頭部のボリュームがここにボリュームが来た方がいいんで、今までもうちょい下だったんですけどボリュームが来た方がいいので、ちょっと後ろのウエイトをボリュームの出る位置を上げます。じゃあ説明しますね。トップは伸ばしてるんで長めです。耳はかぶるぐらい、襟足は前からちょっと見えるぐらい、目はかかるぐらいです。でここから量を取ります。セニング入れるときは俺は基本的にここしか使わないんだけど、縦にハサミを縦に入れたら尖ってるのと一緒で、横に入れちゃうと真横にブツブツブツってなるから縦に入れないとだ。太く束を作るには取りすぎちゃダメです。ある種東京タワーのタワーも一本の細い鉄でできてるわけじゃなくて、鉄がいっぱい重なって太い束ができてるみたいな感じなんで、鉄が少ないとその分細い東京タワーになっちゃうっていうか、だから要は素材をちゃんと残してください。好きすぎちゃって太い束作りたいっていうのは不可能です。前髪はチョップカットで切ったんでほぼセニングはしません。それとしてはこの目の横ね、これで前髪をすいちゃうと良くないので、こう1個のスタイルで1個の髪型しかできないの僕好きじゃないので、今日のスタイルもこのスタイルもできるし違うバージョンもできるようにちょっとアレンジしますね。じゃあ今度はスタイリングです。まあ、分け目をちょっとこう真下に下ろすと目にかかるように切っちゃってるんで、真下を下ろすと長いんですね。だから分け目をちょっといつもより右側に持ってきてあげると流れてギリチョン目につかないようになるんで、ちょっと7-3ぐらいで分けます。襟足は外羽で、耳後ろも外羽でいいです。っていうか全部外羽でいいです。だからこの時の角度がみんな後ろでやると、後ろでこうやってやってるとリバースになっちゃうね。俺らが見せたいのは前だからさ、前の位置で外羽をこう持ってきてあげないとこう綺麗な束感にならない。みんな後ろは後ろ、横は横じゃなくて後ろと横って一緒だから、一緒っていうかまあ見える位置をちゃんと考えてあげないと、みんなの羽がリバースになっちゃうと意味ないね。頭皮に対して何度っていうの90度、うん、にしてあげた方がいいですね。羽あんまりこのアイロンを細かく入れちゃうと細かい束になります。だから太く入れた方がいいです。こうカールの場合もあのストレートの場合もブツッブツッ見えないんですけどブツッっていう感じで細かく入れないでください。ここはもういいです、アイロンしなくて。くせ毛の人はしてください。もみあげのとこだけ外羽っていうよりは根元をこう潰すためのここボリュームが出ちゃうんで、ボリュームを出さないための潰し外羽です。だから羽させないで毛先は、根元を潰す役みたいな。大きい束を作ってください。この時毛先にグイッて入れるんじゃなくて滑らせる印象ですね。
これが面倒な人はストレートアイロンでやってください。僕はカーリーの方が簡単です。もう今回のこの太細マッシュはブロッキングがでっかくないとダメなんで、ある種雑に取った方がいいです。細かく今までやってみたいに取っちゃうと細い束になっちゃうんで、ブロックを大きくして、だからこっちの方が簡単です、細かく入れるよりは。ブロッキングを太くして束を最初、今日太細マッシュなんですけど、太いのを作ってください。まずはここは非常ポイントです。太いのを全部作ってください。トップはアイロンするときはちゃんと上に、この時もみんなこう下に向かって伸ばすんだけど、トップはちゃんと真上に。ちょっと俺はウェイトを上げたいので、だいたい8の上の毛、この辺に角が生えたらいいなぐらいのところに外羽を入れます。真横に向かって、後ろに向かってじゃない、今ちょっと長いんだよね、あんまりこう綺麗に羽はできないんですけど、あのデビル感を出してくださいで、じゃあこっからワックスをねいきますね。今日はミシアの場合はブリーチも乾燥も多毛、はい、でめっちゃ傷んでるんで3種類使います。ナチュラル、これは水分を補給するためだけに使います。ほぼほぼはこれです、束感を出すため。でもこう硬さが欲しいんで決め手はこれです。でこの3つを、これね、この時にみんなワックスをしっかり指の間まで絶対伸ばしてください。こっからまずは襟足、ここね、根元につけます。次横につけます。こっからこういう風につけます。で今根元です、全部。こっからここね、後ろねをつけます。でこれちょっとゆっくりやっちゃうとこっちが乾燥しちゃうから、あんまりここからちょっと急ぐんですけど、根元につけて、根元をさっきので立ち上げてあげるイメージ。ごめん、ちょっと痛いでしょ。あ、全然大丈夫です。いける？はい。で今は中間と毛先につけてるイメージ、下から上に、今度上から下に、でまた上から。この時耳の後ろとかこうしっかり触ってあげて、髪の毛って腕と一緒で腕の表面だけじゃなくて内側、脇の下までつけてあげるイメージで360度全部つけるイメージで、今度これを3分、もう2分だと最近の人たちは髪の毛の乾燥が早いので、で冬っていうのもあるので、できるだけ3分なじませてください。横もやるし縦もやるし、上からも下からも全部です。これサボるとかっこよくならないです、手に残ってないぐらいで。優しく前髪を取って、前髪の中間をつけたくないんで毛先ですね、優しくですよ。こするっていうよりは撫でる、で横にこうやって振ってください。この時に中間についちゃうと束が、束っていうよりは筋になっちゃうので、根元をこう起こしてあげて、最後に毛先をこう擦るのはいいけど、別にぶっちゃけ擦んなくてももうほぼ束できてるから、しっかりなじませる時間が重要です。できるだけ太い束感を出したいので、串使うときはここの先っちょしか使わないです。右目
のイメージは右黒目、この黒目の上ぐらいから分けます。まあ目尻でもいいですね、から分けます。ここだけ一応ねセンターパートしてもいいようにここを残してあるんで、ちょっとここ長め、前髪をこう流します。であとは束をさっき太く入れたので、太い束をほぐすイメージですね。細い束はいくらでもあって腐るほどできるんで、太く束を作ってあげて必要であれば細くすると。もう後ろに関してはほぼ触ってないけど、もう全部外跳ねだけでうわーってやって下に下ろしてくれたらほぼなります。だから真ん中にちょっとこっちを寄せて終わりです。で太くなった中で最後この超ちょっと毛先に指先しっかり溶かしてね、こう根元をちょっと立ち上げて上げて、こういうイメージだ。こう中間触っちゃうと中間って毛めっちゃ太くなっちゃうから、あ、じゃあ細くなっちゃうから毛先をくしってつまむイメージでこうですどうしますかこれはピー入れよ。でここの前の前髪とトップの間のここの毛束がみんな出ないから、前髪をほぼ崩さないつもりで指こうぶち込んであげて綺麗に、そしたら指の間毛出るじゃん、それを浮かしてあげればいいかもしれない。根元がみんな潰れちゃうとどんなに毛束毛先頑張っても浮かないから、一番大事なのは根元よ。トップの前髪の位置をこう右目の端っこにしたんで、トップの位置もおのずと右寄りにしてください。ポイントはアウトラインの毛束が太め、間に来る毛が細くなればいいので、ゴリッとしてる束、さっきのこう羽とか太くしてあげて、後ろの2列目アウトラインの2列目の毛を細い方にして1個目を太く、内内外内内外、わかるかっていう感じです。だけどポイントはつまみすぎない、綺麗にしようとしすぎちゃうから太い束も細い束も全部一緒になっちゃうので、太い束は耳後ろに絶対作ってください。で他の毛は細くてもいいです。ところどころ太束がある方が一段上のマッシュになるので、束感を細すぎず太すぎずっていうか両方だろっていうのが今日のおさらいです。根元に、後ろはこう下から、こんな感じです。どうでしょうか。横はこうなってます。さっき言ったみたいにここ真ん中ですね、ボリューム出るようにしてもらって、耳ちょっと出てます、トップ立ってます、丸さがあってここでくびれて跳ねるみたいな。で後ろです、ここはすっきりして前から見えるぐらい、後ろは全部外跳ねしてるんで動きが出るようになってます。前はこうです。まあ、今日は簡単にできる、次来るんじゃないかっていう流行らせていこうっていうスタイルを、今は昔みたいにウルフとか、マッシュセンターパート、結構こう流行ってる形が様々あるんで、どの形が流行るっていうよりはまずは束感、
細い束ばっかりやっててもかっこよくないし、昔は太い束ばっかりやったんで、間の作りすぎてないしふわっと感もあるし、でも形はマッシュだしっていうのを今日お伝えしました。で次はこのスタイルを違ってこんなスタイルもできるよっていう2個目ですね、次の動画でお見せしますので、今日は太細マッシュを作りました。ありがとうございました。ありがとうございました。でこのやつをやりたい人はうちのアシスタントでもそうですし、スタイリストに言ってくれれば、太くて細くてかっこいいマッシュがどなたでも作れるように、教育してありますので、ぜひ、オーダーお待ちしております。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録高評価と、あと2人ともインスタグラムやってますので、そちらのフォローもぜひお願いします。終わります。はい、ありがとうございました。Beautiful girl I've ever known.